こんばんは。ああ、こんにちは。こんばんはだよ。聞こえる。元気？ああ、結構、割と。若干ラグがあるな。あれ？聞こえてる？ラグがあります。ああ、調子悪いな。やめますか。え？お疲れ様でした。今日の動画はここまで。ひどありがとうございました。ひど。それではまた来週。やめて、仕切んないで。というわけで、前回は横浜の倉本選手について喋ってもらったんですけど、今日は全然違うんだよね。はい。好きなものは何ですか？はい、キングヌーというね、ことになった。え、好きなんだよね、ちゃんと。まあ好きだよ。まあっていうか好きだよ。ほんと？音楽めっちゃ聴く中で、キングヌーなのか、どんな感じなの？こんな感じなんだろうね。でも音楽、そんな聴かない人ではないと思うけどな。なるほど。なんだろうね。とりあえず、白日から入った口なんですけども。そうなんだ。あ、そうなんですよ。しかも白日の M ステをたまたま見てるんで。なんか、一目惚れしたんだよね。へぇー。曲に。第一印象が3回かっこいいなって思ったね。ほう、面白そう。なになに？面白い話でもない。普通に出始めの時にはの部分で、まず、すっげえなって。うん。で、その後、常田さんが入ってきたパートでまた、あ、またかっこいいってなるじゃん。うんうんうん。で、その後、サビに入って、あ、もっとかっこいいってなる。本当に、気を消してなんかの曲弾くなら、これだな。で、そっから何？どういう風にハマってたの？で、あ、日本の音楽シーンにこんな音楽できる人がいたんだと思って、うんうん、何様なんだという話。いや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 。信じられんと思って、そこからもう普通にバンド名調べて全部聞いた。すげえな。すごいなと思ったのと同時に、なんだっけな、この当時どういう形だったか忘れたけど、ライブの映像があったんだよ。ほうほうほう。本当に何回も暇さえあればライブを見てたの？うん。いや、本当にね、ライブ映えがすごい。音源で聴いてるのと全然印象違う。ああ、そういうことか。なるほど、なるほど。音源でなんか、この曲はそうでもないな、みたいな。微妙だなって思った曲も、うん、ライブだと突然クソかっこいいんだ。で、ライブでかっけーと思った後に音源聞いて、うん、わー、ちょっとなんかかっこいいな、みたいな。あー、ちょっと聞き方変わるよね。そう。へー。ライブはその後行けたの？行けないんですよ。あ、行けないな。このご時世にすぐなってしまった。そっか、そうだよね。2019だったらもう次だもんな。いやー、痛いね。あー、ほんとだよ。ライブでのかっこよさが全然違う。へー。え、どれが好きなの？白日以外だったら。とりあえず、なんか、総合的に一番好きな曲が、ティーンエイジャー・フォーエバー。ああなんか言ってたね、この間。はいはい、で、それの、もう、冒頭の部分が、もう本当に一番好きで。うん。他の誰かになんてなりやしないの、そんなの分かってるんだの、その、うん、そんなの分かってるんだの部分が大好きなの。うん、その曲が、うん。しかも出たのが、ちょうど、俺、10代最後あたりだった。うわぁ、そうなんだ！それはちょっと、なんかあれやね、思い入れが深い曲になるね。うん。それと、明日を信じてみたいの、明日から自分を愛せなかったとしてもが、うんうんうん、めっちゃ好き。あー。あれすごい。冒頭の2フレーズすごいです。あー。それは何？当時の自分にすごい重なるところがあったん？いや、当時っていうかもうずっとだよ。あ、ずっとか。ずっと自信ないからね。これ、何？どういう時に聞く人？あなた。もう気分でさ。あ、今日はフィッティングなのかなみたいな。今日は、ちょっと迷うでも弾こうかな。今日は、あえて、スピッツとか。かわいいな。その中の一つ、ローテーションの軸。おー。じゃあ結構な頻度で聴いてるね。ああ、まあね。あ、でも、たまに聴かない時期も来る。ああ、いやいや、あるある。あるよね。で、なんか戻ってくると、ああ、いいなってやっぱなるんだよな。あ、そうそうそう。
てかなんか逆にさ、ちょっとさ、期間空けた方がさ、なんか染みるときない？なあ、わかる。わかるよね。逆にいろんなアーティストを聴いてたりして、うんうん、なんか存在をすら忘れていたあたりに、うんうんうん、あ、そういえば、キングヌーの曲最近聴いてないなって聞くと、あ、すごいいいじゃないか。やっぱこれだな。いや、絶対そう。やっぱお前がナンバーワンだよ。でも、結局あるあるだけど、うん、どういう時に聴いてた、よく聴いてたかで、なんか、その時の思いがフラッシュバックする。なるほどね、なるほどね。めっちゃ前のっていうか最初のアルバムの曲だけど、うん、パレッツって曲。パレッツいい、パレッツめっちゃ好き。あれが あの本当にその時までの人生で一番忙しい時期が急にやってきて、うんうんうん、それでもう本当にめちゃくちゃしんどくて、うん、もうダメだこれってなった時にパレッツ聞いて、聞いてっていうか普通にプレイリストでバーって流してる時に不意にパレッツが流れて、あ、もう冒頭のもう精一杯だよのところで、ああそうだよもう精一杯だよって言ってそれが思い出されるわけか。そう、もういやー本当精一杯だよって思って、うん、そっから破裂をリピートしてたら、うん、破裂がその時の曲になっちゃった。ああなるほどね。じゃあもう今聴いてもそういう時の気持ちがバーって出てくる。うん、いやあの時本当にもう疲れてたし、うん、メンタル終わったからさ、おう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 、本当にカバンの肩にかけるところが床に適当に置いてて、足にそこにビッてかかっちゃって、うん、そんぐらいのことでもうプチッときちゃって、もう大声を出しながらカバンを蹴っ飛ばすような状態だったから、うん、なるほどね。精一杯だった。うん、いっぱいいっぱいだったんだな。なんかいいな、いいね音楽って。音楽って良くない？すごすごい心理にたどり着いてる。すげえゴミみたいなこと言ってるけどごめんね。いやめっちゃいい話聞いた今。すごい気持ち今やばい。もういい話じゃないだろ。カバン蹴っ飛ばした話が。違うよ、カバン蹴っ飛ばしたことと曲がリンクしてあなたが今生きてるってことがすごいんじゃん。いやあ、もうちょっとなんか今ね、すごい、やばい今。ティックがすげえ愛おしくなった。あ、気持ち悪い。おい、やめろ。今、キングヌーは3つアルバムを出してるけど、まあ、寝る前とかもう作業中とかずーっと流してたんだけど、うん。なんつうんだろうね。ふわふわすんだよね。やばいのかな？ちょっと、何をおっしゃってるか。なんだろう、夢心地になるっていうかね、なんかすごい曲のあれで。やばい薬の話してます。違う違う違う。で、特になったのが、その東京ランデブーとシンパのアルバムはすごいふわふわしたのよ。ふわふわしたしない？あ、でもそうそう、そんな感じ。結構そんな感じ。経験者だ。いや、違うけど、なんかでも。警察に24時始まる。違うっつの。でも、あれよ、なんか。聞いてよ、黒板の下にある白い粉はまさか。違う、これはチョークだ。うるさい。東京ランデブー多いな。スランバーランドもそうだ。なんかね、こう、いや、ほんとでもトランスよ。ちょっと、あれ、これ年齢制限かかんない。大丈夫？え、これさ、バンされちゃうよ。じゃあ、私がおかしいの？あ、ちょっとこれ以上喋んない方がいいよ。大丈夫。バレちゃう、バレちゃう。何にもバレないよ。黙っといた方がいい。バレちゃう、バレちゃう。内緒にしといた方がいいかな。あ、わかった。あのね、そうだそうだ。これ思い出した思い出した。これふわふわする原因。ボーカルのせい。ボーカルとストリングスのせいだと私は思うんだけど。まあ、聞き心地のいい声だよ。あのさ、イグスさんと常田さんのオクターブになるじゃん、二人で歌うと。プラス、ストリングス、弦の、なんかものすごい重厚な音がさ、いっぱい重なって、なんかね、それでふわふわするなってすごい感じたんだわ、私はね。なるほどね。アブクとか。あー、アブク、確かに一番いい方ドラッグ感。あー。
二人の声の違いで言ったらさ、プレイヤー X が普段一番最初サビ始まりだけど、あそこ井口さんじゃん、音源だと。あそこをライブだと、まあまあの確率で常田さんが歌う。へそうなんだ。それがまたいいんだよね、低く始まるの。あー、いいね、いいね。そうか、そういう違いもあるのか、ライブだと。そう、そういう違いがあったり、やっぱりライブ前がすごいんだよな、全部。ヒットマンとかさ、あんま好きじゃなかったんだけど、なんか何だったかのライブ映像を見て、その時のヒットマンがバカかっこよくて、あ、ちょっとヒットマン見直したわ、みたいな。ライブだとさ、なんか歌詞聞こえやすいように、結構なんか声だけのパートが多めでさ、それでちゃんと歌詞が響いてくる。あ、なるほど。お前こんな歌詞だったんや。なるほど。音源でも好きだけど、ライブでやっぱり好きなのは、あれ、フラッシュ。へぇ、そうなんだ。ドラムソロから始まる。で、そのドラムソロがめちゃくちゃ長いんだけど、めちゃくちゃかっこいいの。へぇ、初めて聴いた時は知らないから、もう本当になんかフラッシュが来るとは思わなかった。普通のドラムソロパートなのかなってぐらいずっとドラムソロして。でも、すごい、なんか、グルービーだし、かっけえなと思って、もう、ずっとドラムソロを単純に楽しんでたら、その完璧なタイミングでベース入ってくる。うわぁ、やばい。うわぁと思って、痺れたところで、ちょっとしてから、すごい自然流れたんだら、ダダダダダダって言って、イースプラッシュ。いやぁ、そこでもう、鳥肌、ブワーって言って、うわぁって思って。あ、これ、すっごいって思っても、あれ、ちょっと現地で初体験したの。へぇ、始まる前のドラム部門で言ったら、ビニールも始まる前ドラムソロから、ね。はいはいはい。でも、あれはドラムソロからも、あ、なんか、わかんないけど、そこはかとないビニール感が。なんだかんだライブ映像。やばいんだよな。ホールとかも始まり方めちゃくちゃかっこいい。へぇ、いや、ホールめっちゃ好きなんだけど、そうなんだ。そう、ホール、なんか、原曲のイントロもピアノソロだけど、あの原曲のピアノソロのさらに前のピアノソロが。へぇ、あ、それが CD と原曲版につながるってこと？その場でやってんのか決まってんのか、まあ、ある程度決まってんだろうけど。気の赴くままにダダダダダってやってるようで、その後で綺麗につなげて。へぇー、おもろいなぁ。そういうライブのやつがすごい好き。憧れがすごい高まるね。いや、結局ハマった理由、ライブ映像かもしれない。おー、なるほどね、なるほどね。あ、今日ツアーが発表されましたけど。あ、そうなんだ。行けたら行きたい。行けたら行くわ。行けたらまた動画出て。感想会で。じゃあ最後ので行きますって。はい。はい、というわけでおさらい行ってみましょう。すごい！うわー、ちょっと飛ぶっていう字めっちゃ綺麗くない？あ、そうですか？え、どう？自分で見てごらんよ。え、よくない？あ、でもね、確かに最初より綺麗。文句言ってた割には綺麗。どうだったんだよ、今日。どうだった？あ、楽しかったよ。お、よかった。ビッグの楽しい、いただきました。基本ひねくれもんだからさ、楽しんでるかどうかわかんないんだよね。ひねくれてないよ。超素直。ねじ曲がってるからさ、ちょっとね。もう、ラリってるからねじれて見えてる。前回は準備不足で、今回はラリってる。ちょっと、どうなってるあ、もう違うけど。今度はだからあれね、ライブに行ったらまた出て。一生出れないかもしれない。何らかの理由で行けなくなっちゃったとしても、その鬱憤を晴らしに出ていいよ。行きたかったよーって。誰かどういう理由で見んのそれ。ミクさん2回目、キングヌーについていっぱい喋りました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。はい、さよなら。バイバイ。またね。気持ち悪い。